こちょっと今日ね、シチュエーションがですね、あの、結構ちょっと違うんですけれども、早々にですね、ちょっとあの、お伝えしなければならないことがちょっとありまして、えー、配信をいたします。で、千代田区から、まあ自民党のね、あの、公認ということで、今回の、えー、全国統一地方選挙で、 区議会にね、あのー、挑戦される白川先生のですね、あのー、ま、あ陣営の方に、この前、あのー、お邪魔しました。その後ですね、あのー、白川先生の、まあ、ああのー、あの、ね、やっぱりあの、雰囲気、それからま、あスタイルでね、あの、外宣活動とかね、 まあ、徐々に、あの、されているところなんですけれども、初日にね、あの、私が撮影した時にですね、白川先生の横に、あの、杉並区議のですね、えー、小林由美、えー、先生がね、あの、いらっしゃいました。で、えー、まあ、彼女はですね、今回の統一地方選挙に挑戦されるとなると、今度は3期目に、えー、なります。 で、順調なね、議員さんだったとしても、も人気満了にね、えー、伴って、今度まあ、その統一地方選挙がありますけど、まあ、選挙戦ね、あの、戦って、あの、議員をね、あの、志すか、それかもしくは、この人気満了でね、終えて、あの、別のことをしたいとかね、その選択肢っていうのは、あの、必ずありますので、何もその2期3期目のね、あの、人が、えー、ずっとずっと、その、挑戦するとは限らないんですね。えー、まあ、あのー、 昨日かなえー、今回やっぱり、えー、3期目のね、杉並区議選の方に、えー、まあ、ちょっと挑戦しようと思いますっていう、あのー、ことで、Facebook と、それから、まあ,あの、公にね、えイ、ー、Twitter の方にもご自分の、あのー、動画をね、あのー、出されました。で、えー、私としてはですね、白川陣営を、 応援すると同時にですね、あの、小林由美先生も、ちょっとこれは、あの、応援しなければっていうふうに、あの、思っています。あの、やっぱり、現職のですね、久木さんで、しかもですよ、なんて言ったって、あの、杉並区じゃないですか。 えー、特に、えー、昨日、全国、えー、統一地方選挙のですね、まあ、前半ということで、まあ、あの首長のね、選挙が、あのー、ありました。で、えー、私があの一番こう神経尖らせていたのは、やっぱり奈良県なんですよ。で、我々の国益を考えた観点から、あ当選してもらわなきゃいけないのは、どう考えたって平木さんしかいません。 はい。あのー、荒木のね、あの、おじいちゃんはもう辞めるって、もうおっしゃって、それで、もう、つつがなく、あのー、政治家としてのね、人生をもう終えるって、もう決めていらっしゃったわけですから、それで優秀の美をね、あのー、飾って、それからあと、あの、有能な、やっぱり、平木さんが、その後をバトンタッチで、継がれるっていうのが、奈良県のため、 でもありますし、それは、ひいては、えー、日本の国益にもつながるということはもう明らかなんですね。ただ、茂木幹事長と、それから、あのー、まあ、二階の、あのー、おじいちゃんたちが、まあ、その、荒木さんをね、無理くり、ま、引きずり出して、まあ、その、まあ、見たらわかる通りですよ。保守割れっていうね。まあ、そういうことがあると、どんなに平木さんが、あのー、優秀な方で、 あの、彼の、あの、元に、票数があったとしても、当然割れるので、これは、もう、茂木さんとかね、それから、その、二階のあの、まあ、じいさんたちは、もう、この道の、要するに、重鎮じゃないですか。なので、星を一つポンと入れると、もう、割れるっていう方程式は、もう、当然わかってるわけです。つまり、平木さんが、え奈良県の県知事になっちゃまずいっていう、 ことがあるんですよね。そのためには、他党の維新だろうが、まあ、共産だろうがね、別の他党のところに、まあ、最終的に票が上がっていって、で、ええー、まあ、その他党の、あの、人間が、要するに、知事に、まあ、なってしまうという、あの、形になって、若干の反省みたいなことをね、あの、バカみたいなことが、まあ、あの、ニュースで出てましたけどあ、そんなね、反省する気なんかないんですよ。あの、きっと、 ひらきさんじゃなくってほっとしてる何かが自民党の中にあるんだろうなというふうに、まあ、あのー、見ています。えー、これは、高市大臣をどうのこうのっていうのと、またちょっと私違うというふうに、あのー、見ています。もっともっと深い理由がね、あるんだろうなというふうに、えー、思うんですけど、あのー、星割れってね、 あの、やっぱり、やっちゃダメだし、それから、もう私たちの中で、この議員だ,だけは絶対に、まあ、落選させるわけにいかないっていう、まあ、そういう現職の議員をね、あの、やはり落とすわけにはいかないっていうふうに、あの、私は、あの、思っていますっていうところで、まあ、あの、白川先生のね、あの、方に、えー、まあ、ちょっと、あの、昨日ですね、ちょっと、あの、ユミ先生の方もね、あの、一緒に掛け持ちで、ちょっと今回、あの、 応援もちょっとしていかないといけないと思っていますっていうことでまあやっぱりあの器のねあのおっきい人ですよ白川先生ってでやっぱりあのスタートをね切るのがいくら現職でもやっぱりあの早いわけじゃないのでしっかり応援してあげてほしいっていうことでまあこういう人としてあのこういう言葉がねやっぱりあの出る やっぱり白川司っていう方の、やっぱりその、も、ともとのその、こう、政治のね、そういう、あの、いろんな、こう、キャリアをお持ちな上に、やっぱりあの、最後に投票したい人ってね、やっぱり人間性じゃないですかね、皆さんね。どう思いますってところで、えー、今回、あの、千代田区のね、えー、白川司候補と、それから、えー、杉並区のですね、あの、小林由美、えー、候補、 えー、この人たちをですね、あのー、私は今日、あの、YouTube からのね、配信で皆さんにちょっと声か、あの、まあ、お声をね、あの、かけさせていただいていますけれども、私は、実際には世田谷に住んでますので、どことは言わないけど、言ったらね、あのー、やっぱり個人情報って、あのー、紐付けされるの怖いのでね。 ですけどあの私自身は応援するって言ったって杉並区の人間でもないし千代田区の、ね、人間でもないですけどあのよく、ね、皆さんがあの自分が、ね、こう千代田区の人間じゃないけどとかあのおっしゃるんですけどもう関係ないんでもエリアはあのしっかりあの空中戦というか、ね、インターネットとかこういういツイッターとかフェイスブックとか、ね、そういうところでもあのやっぱり応援してほしいなっていうのがやっぱりありますっていうところで、えーまあ、地上戦ていうのは、ね、ポスター貼ったり。 ウグイスをやっったりっていう、まあ、あの実動舞台プラスアルファ、えー、こういうインターネット上で候補を応援するという地上戦と空中戦というのが、えー、大きく分けてね2つあるんですけれども、えー、私のできる範囲で、えー、このお二人を、えーまあ、あの応援したいなというふうに思っておりますのでどうか、あのー、皆さんね あの、自分はもう、こう、地区が違うからとかね、あの、東京の人間じゃないからっていうことじゃなしに、しっかりと、あの、一緒に応援してほしいなと思いますので、えー、どうか、あの、私のですね、あの、YouTube とか、まあ、Twitter で、えー、あの、巻きますんで、情報をね、えー、皆さんに、あの、改めてお願いしたいなと思って、今日の配信に変えさせていただきます。ではまた、お会いしましょう。